皆様、それでは失礼いたします。ネーマと申します。1998年、ハイクライブが始まったということなんですけれども、連続出場、させていただいております。で、その間、もうちょっと俳句を真面目にやって、不詳の一つでも作ればよかったかなと、ちょっと反省をしているんですけれども、このコロナ禍になって、ことをやはり思いましたのが、人間、その、やっぱり物を集めるとか、そういうものではなくて、物を持つとかではなくて、どのようにやはり、行動して、どのように生きるかっていうのが一番大事なのかなって、本当にこう、日々反省の日々でございました。やりたいと思うことはやっておく。そして、会いたいと思った人には会っておかないといつ会えなくなるかもしれない。いつできなくなるかもしれないというのは、この度本当によく分かりました。ね、なので、本当にこう、謙虚でありつつも、思い切って、こうね、いろいろと表現活動をやっていければいいのかな、なんて思っておりますけれども。で、今日は、こんな状態、東京はこんな状態の中で、お客さんが2人も見えて、ちょっとびっくりしておりますけれども、そんな中で、やらせていただきたいと思います。それでは、なるべく皆さんから遠く離れてやりたいと思います。それでは、テーマ始めさせていただきます。東京時短。奇病はカーテンの裏に入っている。赤あざにでんでん虫よ、恋しいか。何も失いたくはない。パズルの果ての滝だ。ボタン屋根ビラビラと虚しい粘膜の糸引きだ。母がお面を似ている。疫病が来る、疫病が来ると母は笑う。兄は夜中に石鹸になり、妹の愛しい出来物を舐めてやる。鬼嫁が天敵を見ている。父は石鹸を可愛がるのだ。放火しても反省はしてるんだぞ。そう、父ちゃぶ台を返す。東京の有刺鉄線に円満家族が引っかかる。なんという不吉な。そう、これで今ちょっと思い出したんですけど、私サックスも吹いたりとか歌も歌ったりしてるんですけれども、実はライブの途中にですね、皿が割れたり額縁が落ちたりよくあるんですよね。足跡がまだ温かい。気の触れたスープを今日も分け合いましょう。
なたの唾液かもしれない。シミを抱く。夜中に膨らむなぞ、うちの嫁には無関。湿気は出来物が広がる夜のジープス。菊を買っとけよ菊を。寝たきりがえらけ残ったじゃないか。ニュータウンに引っ越しても首吊り坂がある。帰るたび乾いたミミズが落ちている。ジングルや、ジングル、ジングル、ジングルや、ジングルや。病気の医者が楽しそう。病の原因は墓石が傾いてます。恋する時間を禁止します。息をする時間を短縮します。鉄塔の震え、犬だけにわかる。ジタンの空箱がおしゃれに踏まれている。状況、時間、疫病蔓延、東京人太の音色かな。ギネマ、東京時短でございました。ありがとうございました。今飛沫がだいぶ飛んだ気がします。